6-1。兵庫はそのまま眠ってしまった。横になったのは、感情が激してきて、自分で自分が制しきれなくなったからである。前日の午後から始まった相談に、石渡老人は頭から投げてかかり、こうなることは分かっていた、とか、もはや手段はない、とか、和田屋などに憐れみを請うぐらいなら死の方がマシだ、などと主張し、ついにはみんな揃ってここで切り死にをしよう、と叫び続けた。兵庫はできる限り怒りを抑え、時間をかけて説得に努めた。彼の怒りは浪人に対する幕府の非道な圧迫と石渡老人の頑固さとであった。老人の主張は幕府の思うつぼである。この場合、潔い死などというものはない。それは自ら敗北することだ。島原で罠と知りつつ万一を頼みに切り込んで行き、まさしく罠にかかって死んだあの浪人隊の者たちも同様である。生きるためにうろつき回るのはもうたくさんだ。これが罠なら罠でもよい。侍らしく戦場で死んでくれよ、と彼らは言った。そして彼らは死んだが、それが侍らしい死であったと誰が認めるか。彼らがそのように死んだということさえ隠滅され忘れられてしまう。その死が何かに役立ち、少しでも意義があるなら別である。だが自ら戦うことを嘆げ、潔く死ぬなどというのは自己欺瞞であり敗北である。むしろ男としては臆病卑怯とも言うべきだ、と兵庫は思った。この場合は生きることが第一だ。生き抜くためには屈辱も忍ぼう。生きることが勝つことだ。それをもっと強く繰り返し、相手がうんというまで後へ引くまいと思ったのが、石渡老人の顔面さに兵庫はついに兜を脱いだのであった。人を説き伏せるなどという柄にないことを夜通しやった疲れで、横になると間もなく眠ってしまい、目が覚めたのは昼近い時分であった。兵庫は継ぎだらけのヤギをかけて寝ており、家の中には誰もいなかった。兵庫は空腹と喉の渇きで目が覚め、起き直って大きなあくびをした。薄暗い土間の向こうに明るい秋の日差しが見え、人の話し声が聞こえていた。兵庫は立って着物を着直し、脱いであった袴を履いた。お夏の話で、今日にでも何かありそうだと言ったことを思い出したのである。彼が袴を履き終わった時、金之助が土間へ入ってきた。金之助は野良着で、片手に鎌、片手にすげ傘を持っていた。お目覚めですか、と金之助は言い、ドキッとしたように、片手に持っていたすげ傘を取り落とした。今食事をあげようと思いまして。兵庫は金之助の顔を見つめた。少年が狼狽していることは確かで、何かあったな、と兵庫は直感した。何を慌てている、と兵庫が聞いた。何かあったのか。お食事をあげようと思って父に言われたものですから。その時外の話し声がやみ、遠ざかってゆく足音に混じって誰かという女の叫び声が聞こえた。口を押さえられていて、ちょっとの隙に叫んだらしい。誰かというなり、その声はピタッと消えた。兵庫は刀を取って土間へ降りようとした。すると金之助が、どうなさるんですか、と前へ立ちふさがった。今の声は何だ、何があったんだ。出ないでください、あなたには関係のないことです。兵庫は土間へ降り、そこにある藁草履を履いた。金之助が、出ないでください、と叫び、兵庫は大股にそっちへ行った。金之助は両手を広げ、兵庫はまっすぐに歩み寄った。そして素早く少年の右手をつかみ、訳を言え、と引き寄せた。
今のは女の声だ。一体何があったんだ。ゆや殿はどこにいる。父は、と金之助はどもった。父は今みんなと一緒にどこへ行った。何があったのだ。金之助は腕を振り離そうとした。兵庫は彼を突き放して戸口から外へ出た。待ってください、と金之助が追ってきた。訳を話しますから待ってください。兵庫は向こうを見た。五六人の者が女を担いで行く。担がれているのが女だということは着物の色で分かった。しかしもうかなり離れているので、その女が誰であるかは見分けがつかなかった。さあ話せ、あの女は誰だ。今話します、と金之助は唾を飲んだ。あれは森戸の娘です。堀戸？和田屋のか。そうです、和田屋の娘で、実は味平さんも訪ねてきたのです。それをどうしたのだ。石渡りの伝吉郎殿が聞いて駆けつけてきて、父が止めたのですが、人質にするのだと言って、父も一緒にみんなで連れて行ったのです、と金之助は言った。もしもあなたが手出しをすれば、父も無事には済まさぬと言っていました。兵庫はよしと言って歩き出した。怒りとも悲しみとも判別しがたい感情がこみ上げてき、しばらくは物が言えなかった。金之助は後からついて行きながら、どうするんですか、どこへ行くんですか、と問い続けた。和田屋の娘は何の用で来た。私は知りません。兵庫は歩きながら持っていた刀を腰に刺した。脇差しは置いてきたので、刀だけの腰は落ち着きが悪く、履き慣れない藁草履の足元も気になった。金之助はついて行きながら、短気なことをしないでくれと繰り返していた。父も人質同様である。あなたが乱暴なことをすると、父もどうされるか分かりません、と言った。兵庫はそれには答えず、向こうへ遠ざかって行く男たちを睨んで、彼らはどこへ行くのか、と金之助に聞いた。石渡さんの家でしょう、と少年は言った。あれを左に曲がった一番端に石渡さんの家があるんです。兵庫は急ぎ足になった。明るく黄色に実った稲田では、幾組か稲を刈っている人がいたが、それは女か子供が多く、男の姿は稀であった。昨日の集まり以来、彼らは仕事に手がつかず、おそらくこの無同士が寄り合って相談しているのだろう。あの石渡安左衛門の浅はかな気ぐらいと顔面さが邪魔をしなければ、彼らの多くは和田屋の行為に応ずるかもしれない。そうだ、邪魔なのはあの老人の顔面さと、あのつまらない気ぐらいだ、と兵庫は思い、きっと唇を引き結んだ。6-2、石渡老人の家。それは他の家とは違って、周囲に幅6尺ほどの堀を回してあるし、その内側に太い門柱と柵がゆってあった。それは老人の口をついて出る武士らしくという言葉をそのまま形に表しているように見えたが、その堀に渡した土橋のところに石渡伝吉郎と他に三人の若者が立っていた。もちろん兵庫の来るのを見つけて、そこに待ち受けていたのだろう。近寄っていくと、土橋を塞ぐように二人が左右へ開き、伝吉郎が前へ出た。兵庫はまっすぐに歩いて行き、金之助は立ち止まった。お帰りなさい、と伝吉郎が言った。もうあなたに用はない。俺の客に会うのだ。和田屋の娘は俺を訪ねてきたのだろう。あなたには関係のないことだ。それは和田屋の娘が決める。道を開けてくれ。伝吉郎は足を踏み開き、両手を広げた。兵庫は立ち止まった。すると家の中から安左衛門と他の二人の男が出てきた。男の一人は可愛いと言い、もう一人は高田と言う。安左衛門は袴を履き、両刀を刺し、手に槍を持っていた。
他の二人も六尺棒を持っており、安左衛門が間際へ進み出てきた。何をしに来られたと老人が言った。もはやそこもととは問答無用、お戻りなされ。こっちもご老人に用はないと兵庫は辛抱を切らして言った。だが和田屋の娘は私を訪ねてきたのだ。娘を受け取って帰ろう。娘にはこちらで用がある。ご老人は武士の面目ということをしきりに言われた。百姓の情けにすがるくらいなら潔く死ぬ方がよいとも言われたと兵庫は言った。そのご老人が百姓の娘などをどうなさろうというのだ。そこもとの知ったことではない。娘は私を訪ねてきたのだ。それはもう聞いた。兵庫はと言い、荒くなる息を抑えてから、石渡殿と呼びかけた。私は我慢強い人間ではない。むしろ粗暴で短気で癇癪持ちだと彼は言った。昨日から癇癪が起こるのを何十度我慢したかしれない。だがご老人が私を訪ねてきた娘を人質に取り、湯屋殿まで押し込めたとすると、もう我慢は続かなくなる。私は私のやり方を取るがいいか。伝吉郎、鳴子を引けと老人が言った。伝吉郎は他のあぜの方へ走って行き、すぐにカラカラと鳴子の音がし始めた。鳴子は近くから次第に遠く、他から他へと鳴りついていった。多分各自の他に鳴子が仕掛けてあり、合図に従って次々と鳴らすのだろう。兵庫は振り返って、たちまちのうちに人の集まってくるのを認めた。よし、兵庫は老人に言った。確かに問答は無用らしい。こんな風にしたくはなかったのだが。そして大股に前へ出た。後ろで、あじいらさんと金之助が叫び、伝吉郎が兵庫に襲いかかった。だが伝吉郎は堀の中へ逆さまに落ち、兵庫は土橋を渡った。安左衛門は門中まで後退しながら、槍の鞘を払い、河合と高田は六尺棒を取り直した。出会え出会えと安左衛門が叫んだ。湯屋を引いてまいれ。兵庫は迅速に飛び込んでいった。河合は横へ跳ね飛ばされ、高田は空を打った。安左衛門は槍を突き出したが、その槍は半ばから打ち折られ、回り込んだ兵庫のために後ろから羽交い締めにされた。兵庫は河合の六尺棒を持っており、羽交い締めにされた老人の喉首がその棒で横さまに押さえられた。騒ぐな、静まれと兵庫が叫んだ。手出しをすると老人の命がないぞ。やれと老人が叫んだ。わしもろとも切ってしまえ。その時三人の男が家の方から湯屋五郎兵衛を連れ出してきた。二人が湯屋の腕を左右から押さえ、一人が抜刀を突きつけ、そうしてこっちへ近寄ってきた。湯屋殿を放せと兵庫が怒鳴った。さもないとこの老人を締めるぞ。三人は立ち止まった。初めてこちらの状態に気がついたらしい。初めてこちらの状態に気がついたらしい。安左衛門は、わしと一緒にこいつを切れと叫び、兵庫は老人を引きずって柵を背後に身構えた。鳴子で集まった男たちが14人棒や桑などを持って駆けつけてき、この様子を見て土橋の向こうで踏み止まった。兵庫はその男たちに、騒ぐなと大喝を浴びせた。そこもとたちは知らぬだろうが、この老人は見苦しいことをしたと兵庫が叫んだ。森戸の和田屋が娘を使いに起こした。娘は私のところへ来たのだ。それを老人は人質にすると言って捕らえ、止めようとした湯屋殿まで、見ろ、あの通りだ。
これは森戸の回し者だ!と安左衛門が悲鳴のように叫んだ。この男の口に乗るな!いずれにしても20軒は潰されるぞ!わしと一緒にこいつを切れ!ここが我々の死に時だぞ!兵庫は棒をぐいっと上げ、老人はうっと言った。この間に堀から這い上がった伝吉郎が、五郎兵衛のそばにいた男から抜刀を取り、全身ずぶ濡れのままこっちへ歩み寄ってきた。兵庫はそれに構わず、土橋の向こうにいる男たちに叫びかけていた。生きることを考えろ。生きる道はある。つまらぬ面目のために家族まで殺してはならぬ。江戸からの返事もすぐ来るだろう。早まるな。畳みかけるよぼに叫び続けた。伝吉郎は近づいてきた。彼の体から滴る水で足跡が濡れた。彼は抜刀の柄を腹につけ、切っ先を水平にして一歩一歩と進み寄ってきた。相打ちの突きを狙っているのだろう。濡れた顔は白くこわばり、唇にも色がなかった。はじいらさん、金之助の叫ぶ声がした。兵庫は振り向いた。伝吉郎が絶叫して飛びかかり、老人が前かがみになり、同時に兵庫が「あっ!」と叫んだ。兵庫は老人を離し、よろめいて片手を刀の柄へかけながら、どしんと膝をついた。6-3。高坂喜兵衛が江戸から帰ると、鈴藩では、お夏が待ちかねていて、様子はどうだったかと聞いた。喜兵衛は、後で話す、と言い、こっちの様子を聞いた。すぐに森戸へいらしてください、とお夏が言った。あじひら様もお坊様も森戸の和田屋にいるそうです。20軒ではないのか。先ほど森戸から使いがあったのです。とお夏が答えた。20軒で何か間違いがあって、あじひら様がおけがをなさり、それでお坊様や私の父や弟たちが森戸へお連れしたということでした。あじひらがけがをした？あじひらが。お夏が言った。すぐに森戸へいらしてください。喜兵衛は宿の問屋の馬で森戸へ向かった。兵庫が怪我をしたと聞いたとき、彼はちょっと笑いそうになった。事情はわからないが、あの工場で短期で腕自慢の兵庫が誰かにやられたということがおかしかったのである。もっとも和田屋へついてみると、彼はもっとおかしな情景を見なければならなかったが、孫が案内してくれたので、和田屋はすぐにわかった。彼もまた、堀を回したその屋敷構えの物々しい壮大さに目を見張った。兵庫は屋具の上に横になっており、一人の美しい女が彼に煎薬を飲ませていた。その座敷は12畳ほどの広さであった。この屋敷のどういう位置にあるのかわからない広い廊下を幾度も曲がってき、途中には娘たちが旗を並べて麻布を織っている部屋や、また若者たちがつづらや長持ちの修理をしている部屋なども見た。信濃の俺の屋敷より広いな。喜兵衛はそう思った。古いことは高坂家の方が古いし、建て方も館造りではない。だがその広さと造りの頑丈さでは、こちらの方が勝っているようであった。やあ。と兵庫が屋具の上から言った。こっちへ入ってくれ。どんな様子だ。喜兵衛は女の方を遠慮するように見た。すると兵庫は生真面目な顔で、しかし奇妙な眩しそうに目をそらしながら、千草と言ってこの家の娘さんだと言い、千草には喜兵衛を引き合わせた。千草は憂いのある静かな目つきで言葉少なり挨拶をし、やがて薬の盆を持って去っていったが、その時兵庫は彼女に、後で各年にここへ来てもらってください、
と言いながら、ぼっと顔をあからめた。なんと、騎兵は目を見張った。兵庫のあからんだ顔を見て、彼には自分の目が信じられないくらいだった。だが、兵庫の顔は確かにあからみ、ちぐさを見送る目には、潮らしいような色が現れた。なんとこれは、と彼は口の中でつぶやいた。まさに天変地異の類だな。どうしたって？と兵庫が振り向いた。騎兵は首を振って言った。何でもない。独り言だ。笑いそうな顔をしているぞ。何でもない。と騎兵が言った。それより一体どうしたということだ。先に江戸の話を聞こう。ダメだ。望みなしだ。ただそれだけか？領主が交代したのを知っているか？と騎兵が聞き、兵庫がうなずいた。よし、では今度の領主が牧野匠守という将軍家若君の森役だということも知っているな。その子息が佐渡守近重といって書院番の頭だということも聞いた。ゆいさんはその佐渡の神を知っておられた。と騎兵が言った。老中の堀田加賀の神の屋敷で会ったことがあるそうで、すぐに牧野の屋敷へ話に行かれた。佐渡の神は在宅で快く面会されたが、話を半分も聞かずに頭を振ったそうだ。書院番の頭は後の蕎麦用人にあたる。佐渡の神は将軍威迫の事情を知っており、浪人に対する幕府の根本的な方針が不動であるということを小説に告げ、そういうことに関わらないようにと言ったということであった。それで由衣さんは黙って引き下がったのか？争って何になると騎兵が反問した。牧野佐渡と争ったところでどうなるものではない。利費の問題ではないのだし、うっかりすれば浪人に対する圧迫はもっと厳しくなるだろう。全体のために今しばらく目の前のことを耐え忍ぼうと由衣さんは言われていた。俺は不平を言ったのじゃない。こっちの事情もうまくないんだ。実にうまくない。俺のこのヘボ頭では思案がつかなくなっているんだ。そして兵庫は語った。20件の存在がこの利根川の水利の均衡を破り、周辺の電池を犠牲にしていること。それは20件の人たちが移住者で、土地の事情を知らず自分たちだけの開墾に執着しており、他の農民の言い分に耳を貸さず、ただ理由もなく追い立てられるものと思っていること。したがって仮に領主が許しても、地好きの農民がいつかは20件の追放に立ち上がるだろうこと。そして兵庫が和田や貨幣に20件の救助をこい、貨幣が承知したので、その旨を20件の人たちと相談したことなどを簡単に話した。それなら無事に収まったのではないか。無事ならこんな怪我はしないさ。だって他に20件の人たちは何か。何もない。他に生きる道は何にもない。だから大抵の者は合点した。けれども一人、ガンガチの石頭で、無分別で強情でクソ意地ばかり張る奴がいた。兵庫は石眼をギラギラさせながら、石渡安左衛門のことを語った。騎兵は黙って聞いていたが、鋭く胸が痛んだ。あながち無分別とは言えない。石渡老人の怒りが騎兵にはよくわかった。理屈は兵庫の言う通りである。だが老人の気持ちはもう理屈ではない。浪人生活の苦しく長い放浪の果てにようやくここへたどり着き、10年の努力によって安住の地を築いたと思った。それが今になって打ち壊されるのである。和田屋の庇護を受けるよりは、いっそ武士らしく死んでくれようという気持ちになるのも無理ではない。決して単なる石頭ではないと騎兵は思うのであった。
それでその怪我は、石頭の孫だ、と兵庫が言った。伝吉郎という若造だったが、まさかと思って油断していたらやられた。6-4、兵庫はいかにも口をしそうで、膝の上に突っ張った原骨はあまりに強く握っているためだろう。節のところが白くなった。伝吉郎の一刀は、後ろから兵庫の太ももを突き抜いた。左のももを突き抜いて、幸い骨には当たらなかったが、筋を切ったらしく、兵庫は尻餅をついた。すぐに跳ね起きようとしたが、左の足が全く効かない。伝吉郎は二の太刀を上げて踏み込んできた。俺は上半身だけねじ曲げ、ようやく刀を抜いて受けようとした。と兵庫は手真似をしていった。相手はまた突きを入れる構えで、まっしぐらに飛びかかったが、その時尺杖が飛んできて箸と彼の面杖を打った。何が飛んできたって？尺杖だ。坊主が持って歩く。つまり、核燃棒が駆けつけてきたんだ。騎兵は、ほう、と言った。そんなこともあるんだな。伝吉郎のひるむ隙に、核燃が堀を飛び越えてきて、尺杖を拾うなりわめいた。と、兵庫は続けた。騒ぐな。明日の朝、関宿から人数が押してくる。うちわで争っている場合ではないぞ。度胸で鍛えているからよく通る声だ。それに尺杖を斜めに取った構えも立派だった。あの坊主、俺は繰り返して言うが、あいつはただものじゃねえぞ。ただの小敷坊主ではない。何かあるぞ。それでつまり、と騎兵が話を継いだ。あとはどうなったのだ。兵庫は、各年に事情を話した。各年は石渡り老人に向かって、去就は各自の意思で決めるがよかろう、と言った。ここで切り死にをしたい者はする。和田屋の助力を受ける者は受ける。各人それぞれに好むようにすべきではないか。すると石渡り老人も承知をし、和田屋の千草と湯屋五郎兵衛をこちらへ戻した。兵庫たちは一度湯屋の家へ帰り、そこで兵庫の手当てをしながら彼らの返事を待った。傷の手当てをしたのは千草であるが、そこには薬も薪も麺も不十分だったので、千草と兵庫だけ先に湯屋金之助ほか二人の者に送られて和田屋へ戻った。一時ほどして各年が来た。一緒に来たのは旧家族で、あとの11家族は、石渡り老人と共に切り死にをするそうだ。騎兵は目をつむった。そして低い声で、島原を思い出すな、とつぶやいた。俺も思い出したのだ、と兵庫が言った。確か戸川上衛門、藤田一右衛門などという男がいた。今でも彼らのことは忘れない。私どもは立ち退きますまいといった戸川や藤田らの絶望と怒りに震える姿がこの目と耳にありありと残っている。ひどいなあ。告白と言っていいか、無残と言っていいか。と騎兵が潜めた声で言った。自分の天下を固めるためには、貴人も表を背けるようなことを平気でやってのける。人間というやつはひどいものだ。千草が声をかけて入ってきた。二人の女中に茶と明かりを持たせてき、茶は自分で騎兵に勧めた。騎兵がそれとなく見ると、兵庫はまたそわそわし始め、むやみに寝巻きの襟を掛け合わせたり、咳をしたり、平手で首を撫でたりした。俺は笑わないぞ。と騎兵は思った。丸橋なら笑うかもしれないが、俺は笑わないぞ。だが騎兵は茶にむせてひどく咳き込み、手ぬぐいで涙を拭かなければならなかった。失礼ではないか、と兵庫がとがめた。何をせかせかするんだ。
茶にむせたのです。失礼と騎兵は千草に会釈した。千草は微笑を返した。年は30近く見えるが、顔立ちも姿もしっとりと憂いを含んで美しい。眉を落としていないからおそらく未婚なのだろうが、これだけの大地主の娘にしてはその年まで嫁に行かないことが騎兵には不審に思われた。核年坊はどうしたでしょうかと兵庫が千草に聞いていた。あれっきりまだやってこないんですが。お見えになりませんでしたの？ええ、来ません。千草は首をかしげた。こちらへ寄ってから行くと言っておいででしたけれど。寄ってから行くというと、彼はどこかへ出かけたのですか？西県へいらっしゃるのだそうです。兵庫の顔が引き締まった。何をしに行くか言いましたか？いいえと千草はかぶりを振った。ここへ戻ってくるようでしたか？そうではないと思います。父に別れの挨拶をなさるとき、いつかまたお目にかかるというふうに言っておいででしたから。兵庫は騎兵を見た。失礼ですがと騎兵が千草に言った。ちょっと話したいことがありますから。千草は会釈して出て行った。和尚は一緒にやるつもりだぞ。へんと兵庫が目をそらした。おそらくそうだろう。きっとやるつもりだ。さもなければここへ来て出かけるわけを話すはずだ。あの和尚は殺したくないな。俺も江戸へ連れて行くつもりだった。騎兵は兵庫に聞いた。二十軒へ行く道はすぐにわかるか？兵庫はいぶかしげに騎兵を見た。呼び戻してくると騎兵は言った。うまく行けば途中で追いつけるかもしれない。なんとかして思い止まらせよう。ダメだ、坊主は思い止まりゃしないよ。道はどうだ、馬で行けるか？よした方がいいと兵庫は頭を振った。坊主は戻りゃしないし、うっかりすると逆に誘われるぞ。騎兵はにっと微笑し、試してみるさと言いながら刀を掴んで出て行った。兵庫が呼びかけたが返事もせずに出て行き、代わりに千草が入ってきた。どうかなさいました？いやと兵庫は片目をまぶしそうにまたたいた。今来た高坂という男が寄せというのに各年を呼び戻しに行ったのです。それで急いでおいででしたのね。と千草は座りながらうなずいた。でもお坊様がどちらへおいでになったかお分かりになるのでしょうか？20件だと思うのです。千草は兵庫を見て、それからふと息を詰めた。残った人たちと一緒に人暴れするつもりでしょうと兵庫が言った。高坂などが意見しても無駄だと言ったんです。多分言いまかされて帰ると思うんですが。しかしその日騎兵は帰ってこなかった。6-5明くる早朝、20軒の石渡り家で各年が騎兵に意見していた。くどいようだがおよしなさい。あなたは江戸に用があるのでしょう。ゆいという人に報告する用があるのでしょうと各年が言った。恥平さんはあの傷でしばらく動けないようだから、あなたは報告を持って江戸へ帰らなければならない。その用は済んだのです。記録はもう渡してきてあるんです。記録だけで説明は不要ですかと各年は首を振った。およしなさい。私は風来坊だからいいが、あなたは違う。あなたはここには縁のない人です。そうかもしれない。私は言いかけて騎兵は顔を背けた。いや、ごぼうには分かってもらえないだろう。各年が言った。島原のことでしょう。騎兵は振り返って彼を見た。島原のことは恥平さんから聞きましたと各年は言った。
あなたは島原の時の怒りをここでぶちまけたくなったのでしょう。騎兵の唇が厳しく引き締まった。この気持ちは御坊にはわからないと騎兵は歯の間から言った。ご親切はありがたいが、どうか私の好きなようにさせてください。各年はちょっと沈黙した。周りでは20軒の人たちがせわしげに動き回っていた。女たちはいくつかの釜で飯を炊いたり、炊き上がった飯を握ったりしていた。男たちは身ごしらえをし、刀や槍を調べ、また一方では柵の補強を急いでいた。人数は男が老若合わせて25人、女が12人、子供が栄治を入れて11人いた。前の夜、女や子供は逃がそうという相談が出たが、女たちが頑として拒んだ。ここを立ち退いても生きてゆく手段がないし、たとえあったとしても父や夫と離れて生きることはできない。死なばもろとも、と言い張った。私は由衣さんという人のことも聞いた。と各年はしばらくして言った。由衣さんは幕府の閣僚に近づいてその政策を変えさせ、困窮している全国の浪人たちに生きる道を与えようとしておられるでしょう。こういうつまらないことに巻き込まれて、一時の怒りを晴らすなどということは、ゆいさんのお考えに反すると思いますがね。同じことですよ、と騎兵が言った。なるほど、ゆいさんはそう考えているし、そのために奔走し努力している。だが、私には実現するとは思えない。幕府が浪人圧迫の政策を変えるとは、私には絶対に思えないのです。しかしあなたは、これまで由衣さんに助力をしてきたのでしょう。これからもします。私たちは皆、由衣さんと生死を共にする約束ですから。だが、と、騎兵は強い調子で言った。人間には、やむにやまれぬ場合がある。私は、アジヒラから、石渡り老人のことを聞いたとき、どうしても助勢せずにはいられなくなった。監視しようとしたアジヒラの気持ちも、助勢しようとする私の気持ちも、つづめてみれば違いはないでしょう。アジヒラが生きることを勧めたのと同じように、私は彼らの潔い死を見届けたいのです。どうか、私のことは構わないでください。各年は黙って首を振った。なお何か言いたそうであったが、その時こちらへ来る大官所の役人たちの姿が見え、急にあたりが緊張したので、二人も話をやめて門の方へ出て行った。元の平右衛門と名乗るその大官は、出迎えた人たちや、柵の中の物々しい有様を見て、不審そうに立ち止まった。こちらは、石渡安左衛門と伝吉郎とが前に出、門中のところで彼らと応対した。大官の方は、手代した役人とも七人で、吉岡清之助の姿は見えなかった。これはどうしたことだ?と大官は、自分の名を告げてから聞いた。穏やかならぬ様子だが、何か間違いでもあったのか。あなた方を迎える用意だ。と石渡り老人が答えた。他に何があると思ったのか。我々を迎える用意。それはどういう意味だ。司祭はそっちで承知しているだろう。元の平右衛門は、老人を見、その後ろの人たちと柵の中を眺め回した。女子供もいるようではないか、と元野が言った。短慮も時と場合による。司祭が分かっているなら、穏便に立ち退いてはどうか。その神爵には及ばない。もはや申すべきこともない。こちらの用意はできているのだ。早く人数を呼んで仕掛けるがよい。女子供だけでも立ち退かせてはどうか。
そこもとが武士ならわかるはずだ。と、石渡り老人が怒りを抑えた声で言った。一族滅亡と決まったとき、武家には老若男女の差別はない。長い年月、我らは追われ追われてここへ来たのだ。ここが我らの死にどころだ。問答は無用。早く仕掛けてくるがよい。申すことはこれだけだ。そして老人はきびすを返した。元の平右衛門は立ったままいかにも心残りらしく柵の中を見守っていたが、やがて友の者を連れて去っていった。石渡り老人はみんなを横庭に集め、いよいよその時の来たことを告げて人数を三手に分け、その部署と役割を決めた。騎兵は各年と一緒に少し離れたところに下がって、老人の指図とその戦法を聞いていたが、女や子供たちは最後が来たら家に火をかけその中で自害するというところまで聞くと吐きたいような気持ちになり、そこを離れて柵の方へ行った。死ぬことは敗北だといった兵庫の言葉が改めて鋭く胸によみがえってきた。確かにそれに間違いはない。だが、と騎兵は顔を上げてギラギラするような目で空を睨んだ。だが俺は忘れないぞ、と彼は口の中でつぶやいた。この人たちをここまで追い詰め、このように無残に死なせたものが何であるかということを、俺は決して忘れないぞ。各年が近寄ってきて呼びかけた。高坂さん、食事をしませんか。騎兵は空を見上げたまま首を振った。いや、食べておく方がいい。と各年が言った。寄せ手がいつ来るかわからないし、始まると食べる暇はない。空腹では存分に暴れることはできませんよ。さあ、行って腹ごしらえをしておきましょう。騎兵は空腹は感じなかった。食べられるとも思えなかったが、各年と一緒に横庭の方へ戻った。六の六。それから一時半ばかり経って寄せ手がやってきた。寄せ手は思いがけない方法で仕掛け、辛辣にそれをやってのけた。彼らの来たことを初めに見つけたのは、屋根の上で物見をしていた少年であった。少年は奴らが来ましたと叫び、西と北の方向を手で示した。こっちとあっちから来ます。柵の中はさっと緊張をした。すると追っかけて少年がはっと叫んだ。河合さんの家から煙が出ていますと少年は西の方を指さした。河合さんの家です。森さんの家からも煙が出始めた。火事じゃない、奴らが火をかけたんです。奴らが火をかけているのが見えます。その時騎兵は石渡り安左衛門が舌打ちをするのを聞いた。それを忘れたわと石渡り老人はつぶやいた。それを忘れた、うちはこっちで焼くべきだった。よかったぞ。全家族が死ぬのだから当然その家を焼くべきであった。そこに気づかなかったのは14年にわたる流浪と百姓の生活に慣れてきたためであろう。石渡り老人は今そのことを悟ったらしい。痛いほど悟ったらしいことがその強く歪められたかぼつきによく現れていた。寄せ手の戦法は巧みであった。彼らは20軒の家へ順に火をかけ、次にまだ刈られていない稲田へ火を放った。静かな北風の吹く薄曇ったひどく底冷えのする日だった。家を焼く火と煙が三方に上がり、稲田を焼く煙が北方から柵の方へ流れ寄ってきた。
柵の中にはイライラした緊張と不安とがみなぎり、すべての人が落ち着かなくなった。彼らはもっと違った戦いを期待していたのである。石渡老人の与えた指示も、やりたいで突っ込み、抜刀隊で切り崩し、さっと退いてはまた突っ込み、切り崩し、最後の一人まで戦い抜くはずであった。だが、敵は遠巻きにして、火と煙でじりじりと攻めた。石渡家は東の端にあるが、参謀に火と煙が立つばかりで、寄せての姿はなかなか近寄らなかった。落ち着け、落ち着いて行け、と石渡老人は叫んだ。焼くものを焼けば火は収まる。焦ると敵の術中に落ちるぞ。騎兵は北側の柵のところで寄せての様子を眺めていた。狡猾だな、と彼はつぶやいた。彼らは攻めてこないぞ。そうだ、彼らは攻めては来ない。きっと柵を遠巻きにしたままでこっちが疲れるのを待っているだろう。出て行けば押し包んで切り伏せ、出なければ出ないままで自滅するのを待つだろう。きっとそれに違いない、と騎兵は思った。しかし、寄せては第二の手を打った。稲田を焼く煙に隠れて北方から近寄ってきた弓組が柵の中へ火矢を射かけてきたのである。初めに気づいたのは騎兵で、向こうに立ち込める煙の中から、突然、火矢が飛んでき、彼の頭上を越えて、薪小屋の板壁に突き刺さるのを見た。火矢だ!と騎兵は走りながら叫んだ。火矢が来るぞ!火を消せ!各年が薪小屋へ駆け寄っていた。柵の中は騒然となった。火矢は次々と射込まれ、たちまちのうちに石渡家の屋根をはじめ、馬や物置などへ火がついた。騎兵は、水を使うな!と叫んだ。叩いて消せ!水は使うな!そして自分も、むしろを丸めたので叩き消し、足で踏み消した。水を使うなと言ったのは、寄せ手が遠巻きのままでいる場合、食料と水が大切だと思ったからであった。みんな懸命に火を防いだ。女たちも、子供までも懸命だった。だが、いかける火矢の数が多いので、やがて住まいが屋根から燃え出し、馬屋も火に包まれた。もうよせ、火に構うな、と石渡老人が叫んだ。食料を出して集めろ、焚き火を詰め。米や麦俵が運び出され、焚き火が積み上げられた。薪小屋の中にあったものと、みんなの持ち寄ったものとをこの地なりに積み、その中に女子供を入れた。火矢の次には矢で攻めるだろう。その時、盾の代わりにするつもりと見えたが、果たして建物がみんな燃えてしまうと、寄せては前後から矢を撃ち始めた。表の方では道の向こうが刈り田で、そちらだけは他の土が固い。そこに約30人ばかり弓組がい、裏の北側にも、これはあぜ道に並んで同じくらいの人数で、矢をいるのが柵の中から見えた。西と東とは他の土が柔らかいから人が踏み込むことはできないが、前後から追いかける矢でたちまち5人ばかりが深手を負った。このままでは手をつかねて見殺しになる、と石渡伝吉郎が叫び出した。俺は切り込むぞ。あっと若者たちが歓声を上げた。石渡安左衛門は静止しようとしたが、伝吉郎の様子を見て黙った。伝吉郎とそれに続く7人の若者、中に一人、重視ばかりの少年もいたが、若者たちは門を開いて飛び出した。固まるな!と伝吉郎が頭上で刀を振った。左右に散って突っ込め!彼らは道へ出るなり左右へ散った。高坂さん!と各年が呼びかけた。一幅れやりますかな?各年は先の太くなっている樫の棒を持っていた。墨染めの衣の袖をたすきにし、
半にわらじを履き、傘はかぶらず、頭にあちまきをしていた。うん、と騎兵はうなずいた。いいでしょう。若者たちのうち三人が矢で倒れ、五人が弓組の中へ切り込んでいた。もちろん弓組の後ろには槍と抜刀がおり、その五人を取り巻いたが、そのために一時矢攻めが止まった。各年と騎兵がその隙に飛び出すと、誘われたように六七人の者が後に続いた。騎兵はまっすぐに走って行き、乱闘の中へ切って入った。寄せての者は小具足をつけている。騎兵はすぐに、いかんと思った。二度確かに切りつけた刀が小具足に当たっただけで跳ね返されたのである。彼はしまったと感じ、刀を振り回しながら乱闘の中を脇へ抜け出した。こうだかと、各年が呼んだ。こっちだ。各年は見事に暴れていた。小具足をつけた。しかも、多数を相手にするには、各年の六尺棒の方が、はるかに刀に勝っている。その棒をほとんどぶなりを発するばかりに振り回し、殴り、突き、引っ張らった。力もよほどあると見え、その棒で殴られた者は、皆一撃で転倒した。引け！引け！と、伝吉郎の叫ぶ声がした。柵の中へ引け！こうだか！と、各年が叫んだ。こっちだ！こっちへ来い！騎兵！騎兵は、そっちへ走っていった。